G7 外相会合で採択される広島宣言の中で、世界の指導者に被爆地訪問を促す言葉が盛り込まれることが分かりました。ここ平和公園には本当に多くの外国人が訪れます。広島宣言にはこの原爆の現実を世界の指導者にも見てもらいたいんだという思いが込められることになります。さまざまな被爆の実相に触れてもらうわけですので、自分の目で自分の心でしっかりさまざまなものを見てもらうことが重要である。核兵器の透明性についても盛り込まれる方向です。これはどれだけ核兵器を保有しているかオープンにする必要性を強調するものです。さらに核軍縮をそれぞれの核保有国の自助努力だけに任せず、国際社会が結束して進めるべきとの考えも入ります。ポイントは核兵器は非人道的だと訴えるところです。核保有国は反対してますので、残り2日間でどれだけ説得できるかが勝負です。